ねえねえ、この漢字って読める？この漢字、高梨だよね。正解。ああ、この漢字の読みはアニメ好きなら常識問題レベルだよね。確かにアニメ見てる人なら読めるよねって問題筆頭のやつだよね。それじゃあ逆にここで問題です。なぜ小鳥遊びと書いて高梨と読むのでしょうか？ええ、そんなのわかんないよ。ヒントというか、もう答えお願いします。それじゃあ答えを発表していくね。この漢字なんだけど、そのままの意味だとどういった意味で捉えられる？そのままだと小鳥が遊んでいるね。そのままだけど、小鳥が遊んでいる、つまり天敵の鷹がいない、そこから高梨って読まれるんだ。言われてみると納得する読み方だね。